皆さんこんにちは、シンリュウです。今回もね、スターフォース4やっていこうかなと思います。今回配合する馬はね、前回なんと3冠を取ってくれた馬でございます。まあ大いに期待したいですよね。次も3冠取ってくれたらなと思うんですけども、なんかね、最近ではね、インテルさんが言ってたみたいなんですけども、これもね、視聴者さんからの報告なんですが、1回3冠取っちゃうと2回目の3冠が取りづらいっていうことを言ってたんですね。まあ、私はそんなことはないんじゃないかなとは思いたいとは思うんですけども、まあ、やっぱりね、スターフォースの機械的でもね、お金を稼がなければいけないので、まあ、そんなシステムがあってもおかしくはないんじゃないかなとは思いつつも、まあそんなシステムはないと思って3冠2回目を打破していきたいかなと思います。まあとはいつつもね、前回3冠取れた馬がね、今回も3冠取れるってことはなかなかないとは思うんですけどね。はい。ってことで名前も決めまして、まあ条件戦ですね。まあ2歳 G1 行ければいいかなと思うんですけど、まだ1回しか行ってませんからね、2歳 G1 はね。はい、ということで条件戦でございます。まあ、もちろん3歳を選択しますね。まあ3歳、まあこの時はまだ2歳ですけどね。いやね、まあちょっとここで時間食っちゃってるんですけども、まあ2歳 G1 ね、面白いですよね。で、なんか最近ね、自分のホームもね、たくさん人が増えてきて、まあ、私基本的には、土日休日にいるんですけども、まあね、最初のね、スプリングステークスとか、チューリップショーがね、もう大運動会に、大運動会ってこともないですね。うちのホームは8台スタホがあるんですけども、8サテライトですね。まあ、他の場所もっとサテライトあるとこもあると思います。ただ8サテライトでも8サテのうち5頭ぐらいとかね、出てくるんですよ。5頭とか4頭とか、それがね、チューリップショーとかもしくスプリングステークスとかに出てくるので、いやーね、もうね、私いつもこちらですね、2歳 G1 出さないときは、出せないというか出せなかったときはね、毎最初ジュニアカップもしくは若駒ステークス出してるんですけども、ここ最近はね、若葉ステークスを出してるんですよ。でもなかなか出てきませんね。ちょっと私もちょっとマウスで遊んじゃってます。で、まあ、ジュニアカップからの、若葉ステークスか、もしくは若駒ステークスからの若葉ステークス。こちらサテライトレースになるので、まあ、ほぼほぼ1着取れるかなと思うんですよ。それなら S コメくらいの馬であればね。で、そのまま、まあ、若葉ステークス組の人はそのままサツキ賞を向かわせるとかね。もしくはジュニアカップ若駒ステークスチューリップ賞みたいな。ローテを組むのもね、面白いかなとは思ったりするんですよ。まあ、そもそも、あれですよね。若葉ステークスが2着ぐらいまででしたかね。優先出走権リアルであるはずなのでね、サツキ賞の。はい。ということで若駒ステークス出しまして、で、ここ1着ですね。で、野球賞ではなく、スプリングステークスの方の方に出しております。まあ、ここも3着なんで優先出走権は獲得しました。はい。で、1回目の皐月賞ですね。まあ、これに勝てないともうね、ゴールドの夢がついに消えてしまうような形になります。まあ、なんとかね、勝ってほしいところにはなってるんですけども、果たしてどうでしょうか。では、レース行ってみましょう。さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら14頭が飛び出しました。果たして先頭に行くのは、アルワインが行く構え、2番アタワルパが追いかけます。その後ろでやりましょうか。ファンディーナ、そしてスワーブリチャード、外から1頭カミタツバスター、カデナが並んでいっています。まもなく第1コーナー、5番ボンドキャンノ、外から行こうというところ。そしてその後ろからウィンブライト、それからもう1頭ベストアプローチレイデオロ、それから3番カデナ、その後ろ3馬身くらいあって8番ウィンブライト、そしてその外に13番レイデオロ、ベストアプローチがそのうちにいます。ペルシアンナイトがその後ろ、内から1頭9番サトノアレス、
さあ第4コーナーをカーブ、中山の直線が短い、先頭アルアイン足が止まった、内から懸命に片割るか、先頭松山アルアイン、ムチが飛んだ、川内と上田翼、5番ボンドキャンの外からは片割るか、捉えるか上田翼、14番アルアイン、さあ人気ところの争いになった、2番片割るか、大外から強襲デイデオロ、上田翼先頭、上田翼が先頭だ、初のクラシックの栄冠獲得、賞金は3000枚突破。もっと上を目指せるよね。はい、ということでね、まあ皐月賞はまず1冠目ですね。まあ1冠は取れるんですよね。問題は次なんですよ。私さっきも言ったようにね、土日休日やってるので、まあ3歳って結構オッズつきやすいんですよね。なので次の日本ダービーも他のねプレイヤーはもちろん出てくるので、まあそれで2冠目も取ることって結構難しいんですよね。で、ここで 3.0 倍でございます。あ、そしてね、私実言うと GoPro の修理がね、まだ終わらないんですよ。シンガポールに送ってるんですけどね、帰ってこないんですよね、全く。そしてスターホースのメインサテライトもあんな感じでございますね。サーバー同期されずにね、サテライトのコーンの画面で見ることになってしまいました。では2回目ダービー行ってみましょう。ゲートが開いた。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、落ち着いていけるかどうか。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのは2番マイスタイル、そしてその後ろから5番アルアイン、ダイワキャグニー、内を通りましてダンビライト、まもなく第1コーナーに差し掛かります。それからアタワルパ、その内からはヘルシアンナイト、14頭第1コーナー左にカーブを取ります。それからもう1頭アドミラブル、第1コーナー左にカーブを取って第2コーナーであります。先頭マイスタイル、わずかにリードしている。さあ第4コーナーカーブから最後の 500m の直線に入ってきた。上田翼、直線の伸び足はどうか。先頭はアルアイン、外から懸命に上田翼、そして外に当たわるか、それからアドミラブル、アルアイン、先頭上田翼も懸命に追う。10番アドミラブル、外を通ってダンブライト、これと一緒に当たわるか、先頭松山アルアイン、間からスルスルとアドミラブルが差を詰めてくる。上田翼が襲いかかる。5番アルアイン、かわした。2番手に当たわるかだ。4番ダンブライト、12番上田翼、上田翼が先頭だ。国の旧車クラシック2冠達成、3冠へ向かって視界よし。獲得賞金は9000枚突破。記録達成だね、おめでとう。はい、ということでね、めでたく2冠目を達成したわけなんですが、まあ、スターホースはここからが問題ですね。何せ、ツイッターの方で、ツイッターっていうかコメントの方ではね、2回目っていうか、3冠取っての、2回目の3冠がなかなか取れないっていうのをね、言っていたので。で、一応クラシック3冠、はい、ここでリーチかけてるんですが、まあ、果たしてどうなるかですよね。はい、もちろん出しますよ。はい。1番人気、1枠1番。まあ、内枠取れたからいいですよね。私よく外枠ばっかり引くんですけどもね、今回ばっかりしては内枠です。そして時は来たって、はい、三冠リーチコメントでございますね。いや、これ取ったらね、もうね、ジャックポートたくさん溜まってるのでね、わんさか私、そしてね、もうコメントに上がってるようにね、引くぐらい低ベッターっていうことでね、もう太鼓判を押していただいてるんでね、太鼓判をしてるかどうかちょっとわからないんですけども、私はもうほぼ育成オンリーでございますのでね、馬券やるとあっという間にメダルがなくなってくること間違いなしでございますのでね、はい。でね、もうね、なんでだと思うのがね、はい、ここで私 GoPro 修理中なんですよね。いやね、もう GoPro があったらね、もう3冠の一番美味しい YouTube の時なのにって私思っちゃったりするんですけども、まあ修理してるから致し方ないですね。で、しかも困ることにね、ちょっとこれは、レース早く見たい方にはちょっと申し訳ないんですけどもね。まあ、結論から申し上げますとね、修理遅れてるんですよ。その理由がね、某、輸す、まあ、海外の方に先ほど輸送するって言ってたんですけどね。まあ、集荷するときはね、某 S 社が回収しに来たんですよ。その S 社が、海外の伝票は私もともと荷物の上に貼ってあるんですけどね。で、その S 社の伝票の方には、その海外行きの伝票の上に貼っつけないでねってわざわざ注意書きがあるにもかかわらず、まさかの貼っつけちゃったんですよ、その人が。
で、俺はそれを気づかず1週間ぐらい経ってなかなか荷物動かないなと思って、その海外のね、輸送会社に連絡したら、結局は私の番号が分からずと。で、結局折り返ししたから気づいたっていう感じだったんですけどね。いや、もうね、結構やばいんですよね。スタッフもそうなんですけども、私、来月ね、2月の15日に旅に出かけるので、それまでに間に合ってもらわないと超困るんですよね。そして申し訳ないんですがね、取りだめてる馬が、今現在私がね、吹き込んでいるこの、1月28日の時点でね、十数頭いるんですよ。なので大変大変申し訳ないんですけどね、しばらく2画面のね、いつも見やすいメイン画面なしでやっていくことだけちょっとご了承いただきたいかなと思います。早く帰ってきてくれればね、嬉しいんですけどね。はい、ということでね、三冠ゴールドを目指して菊花賞行ってみましょう。いざ三冠へ、菊花賞3000メートル。さあ先行するのは何か。先手を取ったのはウィンガナドル、その外からはトラスト、そして13番ワイネル文集、それからアルライン、そしてその後ろから4番サトノクロニクル、それから10番プリンチャー、内を通りまして奇跡、そしてミッキースワロー、内を通ってダンビライト、これが1番人気連勝中の神立つバスター。その外に9番プレスジャーニー、ベストアプローチが13番ワイネル文集、2番アルライン、その外4番サトノクロニクル、そして6番手にプリンチャー。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、神立つバスター直線伸びてくるのかどうか。先頭ドラスト、ドラストが1馬身リード、ムチが飛んだ、河内と神立つバスター。3番手にワイネル文集、先頭シートドラスト、5番奇跡、内から懸命に神立つバスター、そして内にワイネル文集、それからアルライン、間を割って奇跡、このまま抜け出すか神立つバスター。先頭だ2番アルライン、奇跡捉えられるか。太一が弾んで、神立つバスターが先頭だ。奥の厩舎、クラシック三冠を制しました。獲得賞金は1万3000枚突破。はい、これでね、見事三冠を達成しました。いやね、たっぷり温められて41万2195枚ですからね。だいたいね、20万枚とかね、30万枚溜まっててね、取る方がいらっしゃるんですけどね、結構温まられてました。いや、私これでもう大富豪でございますからね、まあ、40万枚ってことは約4万円分ですよね。で、前回のね、この子の、お母さんである神立つルーラー、その時で十何万枚かもらってるのでね、今現在貯金は50何万枚入ってますね。で、私馬券を先ほども言ったようにね、超低ベッターっていうかもうやらないので、ほぼね。51万もあればね、なかなかメダル減らないんですよね。いやーもうね、そろそろ1万円課金しないとなーとは思っているところだったんですけどもね。いや、しばらくはこれで生きていけそうです。今現在ね、たくさん、まあ、それなりに使ってはいるもののね、まだお金は使ってないです。この三冠取った後からはね。あ、でも、あれ、魔法石にお金は使っちゃってますけどね。ガチャとか途中やっちゃってるんでね。まあ、ガチャとかの動画はね、また後日上げていこうかなと思います。いや、もうね、最高ですよね。いや、三冠もう2回目は取れないっていうね、言ってる方がいらしたみたいなんですけどね。これでね、見事打ち砕きました。はい。いや、もうやったねっていう感じですよね。もうテンション上がりまくっちゃいましたね、私はね。はい、ということでね、今回の動画はここまででございます。ちなみにね、この神立つバスターくんね、一応、ね、プロデューサーさんが言うには、3冠達成した後も、やっぱり、8000以上10戦くらい走らせるのが無難って言っていたので、まあね、私がチャレンジしてこなかったね、海外レース、ついにね、やってみようかなと思います。私、海外レース出すとね、オッズ低下を招くとかね、ツイッターで言ってたんで、なかなかチキンで出せなかったんですけども、いや、まあね、ついに出してもいいかなと思ってきました。まあ、おそらく次、このまま三冠街道、例えば、まあ、次のクールの大阪杯とか向かわせるのもいいとは思うんですけども、まあ、それだとちょっとね、まあ、それでもいいんですけども、まあ、海外レース私行ってみたかったんでね、まあ、海外レース行ってみようかなと、今のところ考えております。はい。ということでね、スタホの動画は今回はここまででございます。
そしてね、もう画面は切り替わってはいるんですけども、もう皆さん本当ありがとうございます。もう最近ね、チャンネル登録者数がね、もう超大倍増しておりますね。今現在2160人でございます。いや、本当に皆さん見てくださり、本当に本当にありがとうございますね。まあ早くね、GoPro 帰ってきてね、ダブル画面に戻したいんですけども、まあそれまではね、中盤あたりも言った通りね、大変申し訳ないんですが、十数頭も撮ってる時点でね、まだしばらくこのシングル画面が続いてしまいます。それだけちょっとご了承いただきたいかなと思いますね。まあ早く戻ってきてほしいです。ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。いやもう最高でしたね。この動画がね、面白いかなと思ったらね、高評価やそしてチャンネル登録お願いします。では今回もご視聴ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますのでとても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているのでぜひご視聴ください。